またなってよ。王様退職金さえ出してくれない。どんまい。めっちゃ苦労してんだね。そしたら様子やかるか、ここ入っていきますかね。うわぁ、なんか怖い。買う。ダークキャンディー、ダークハンバーガー、アンバーカード、防御力を上げる、スケアソード。まあ、ソードは多分そんな作んなくていいと、使わなくていいと思うから、これを2つ買って、で、話してみようか。あなた誰？私はヌイっていう、逆さ犬なら犬。ああ、犬の逆さね。まがいないにもこの犬の、この店の主だから犬よりはマシなゴミ部分。まあ、犬だって十分マシというか、結構お犬様っていう言葉もあるからね。長年いろんなガラクタを集めてきた。別にどれも大して思い出のある品じゃない。ただの暇つぶし。ああね、ここじゃ暇つぶしの一つや二つないとやってやらない。あー、わかる。前の魔物の世界はね、みんなこう笑ってないとダメだったからね。ライトナーについて。昔、私やダークナーはライトナーたちと仲良く暮らしていた。なるほどね。私たちにとっては神様に等しい存在で、守護神というか創造神というか、私は目的を与えてくれたのはライトナー。ライトナーの方がじゃあ上なんだね。ところがある日突然、私らはこの暗い檻に閉じ込められた。そしてライトナーたちは二度と戻ってこなかった。屈辱を受けた王様は武器を取り、私らを見据えたライトナーたちに復讐するつもり。はー、それが今なのか。王様の兵隊の中だっていつだって、いつかライトナーたちが持ってきてくれた淡い希望を、私たちはライトナーだから希望をね、与えてあげないとね。この王国は何ですか。カルタス城を居城とするシオウが、シオウ治めていた。それが最近になって新しい怪しい騎士が現れて、四王、四王のうち3人が捕らえ、マジでやばい、ピーチ姫だみんな。以来残った一人の王とそのからわりの息子が権勢を欲しいままにしてる。へえ、またこんなカオスはあの時以来だよ。あの時ってのは嘘、知らないやつか。あ、どうも伝説の勇者だよ、私たちね。せやで、うん、泉を封じます。まあ、せいぜい頑張ることだね。私はどうでもいいこと。マジで？あたしみたいなダークナイには光だとデミだとこ明るい未来をもたらすなんぞありゃしない。そこはしっかりね。私たちが闇を封印した後にね、君たちもしっかり外に出してあげたいとかしてあげたいね。アンバーガードアンバーガードオッケー。よし、そしたらセービングしましょう。スミレロの破壊者スージーが仲間になった。やった。バットガールの力が胸の奥で輝いた。決意。オッケー。さあ、先に進みますかね。おー、これはなんじゃい？よいしょ。ドアフレームがポツンとある。なぜか向こう側が見えない。へー。調べても特に的な感じか。まあ、さっき喋ったか。お、ランサー、何してんの？ん？はぁ、まったくこいつは飛んだ呆れポンチだな。ピエロちゃんたちがカムバックしやがった。お、ルー、お芝か？ここで残念なお知らせだ。さっきお別れしてから数分の間に、あなたの戦闘チームを編成した。この先は一歩も通さん。今度はさすがの紫さんだって。紫さんって言われてんだね。ほほほー、さあ、お前たち、覚悟は、うるせえ、黙れよ。怖い。んだよ、それ。何のつもりだよ。怖い。これは僕様の邪悪な笑い。結構、なんつうのかな。うん。お上品ぶったバーパンの高笑い。まあ、邪悪ではないよね、全然。それはつまり、すごい怖そうってこと？まあ、香水の、その、勢いというか、攻撃力が結構あるよね。やばい。逃げて。お前、それで本当に怖がらせるつもりかよ。逃げて。本場の人たちだから、これ。本場の人だから逃げて。いとけよな、全然怖くねえから、てめえみてえな、弱いくせに生き返ってるやつが一番ムカつくんだよ。逃げて。でも、スージーもなんだかんだ怖がりだからね。本当の恐怖ってやつを分かってね。胸がつかまえて顔を食い違えても何が起きてるか分かんねえだろう。え、なにそれ。それやられたの昔。そんなことないのか。え、そうか。あ、やめてあげてよ、ちょっと。待って。やめてあげて。ランサーさんがかわいそう。まずは、てめえの顔が血みどになるとこだ。あー、うわ、うわ、うわ、はは。やったことないんだろ、きっとね。わかったぞ。ありがとう、まさきさん。何がわかったの？ご親切にどうもありがとうございます。怖すくするコツを教えてくれて、おまけに邪魔くな。はあ、これは覚えてしまったか。大丈夫か。俺は別に。それじゃあ早速。お前たちをボコボコに。でも別に生きてんのはまだまだそんなだね。今後的な感じか。ザマス完全お嬢さんになっちゃってんじゃん。おー。ジグソーリーのボート。ボードか。一番上はスージーが攻撃するから、二番目からじゃあやっていくか。仲良し小良し、で防御をしてお金を貯めるためのやつもやりつつ、仲良くしようと言わないうちに、もちろんいいよ、喜んで。そんなに強いの？うーそー、全員
倒さずにっていうのできなかったんだけど、どうしよう、やり直そうか。はい、ということで帰ってきました。まずは軸装理一番上を警告してあげましょう。二人でね、数字に注意ってね。あ、みんなに身構えた、大丈夫だね。これで攻撃受けなくなるもんで、覚悟しろってなって、ほい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 、よいしょ。はい、これで警告したから、もう警告は身構え、あ、オッケーオッケー、了解了解。でこの後に声、この後に仲良しをして、で逃がす逃がす、これさ、ジグソーリーやればいいのかな。これで仲良くしようで仲良くなった。これで一旦、あ、さっき私やったのとまた別のことなんだよ、これでね。これでミスなって仲良し、ララ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 、はいはい、よいしょよいしょ、簡単簡単。でまた、あ、もう逃がせる、全員逃がして、逃がすと、うー、危ない危ない、スージーさっき合意されちゃったからね。身構えた後に一回防御をして、お金を貯めていく的な感じのことをやるのもいいかもしれないね。お、4つじゃない、2つか、またパズルだね、勘弁してくれ。説明読んでみよう。あ、でも爆発されてる。説明の冒頭に落書きが、何何、何時、愚かなり、たくなる腕はパズル解く手段なし。続きある。ルールは世が自ら作り候、 RK より、 RK、 へえ、どうすんの、もう時々の戦争を登って抜ければいいんじゃね。やっちゃう、そうやって口出しなんて死んじゃう、そんな危険なんだね。じゃあフェンスは俺任せ、 お前らはパズルだ。あ、はい、わかりました。まあ倉庫版ってことです、つまりこれ、これを押して、両方にボタンを押しましょうってことでしょ。よいしょ、はい、クイズいつでも開けまえていいんだぜ。大丈夫大丈夫、これだから、そこ版だからね。そこ版とか昔結構遊んだからね。よいしょ、はい、オッケー、開いた、すごいよクリス、せっかく串たちになれと思ったのに。串たちのね、その願望があんの、クリスじゃなくてスージーは。お手柄だね、せやろ。はい、みんな先に行っちゃうんだい。よいしょ、はい、敵がいる、チェスっぽいのがある、とりあえず上行ってみる。右行ってみるか、一応右は何があるんだい。さあ、いろんな奴らが現れた、せやな。まずは警告を二人でして、数字に注意ってやります。これでミスになるか、大丈夫。おいおい、よいしょ、この辺は余裕でしょう。で、モンディモンディ、これ二人逃がせるようになるのかな。さっき三人一気になったけどさ、そういうわけじゃないのかな。まあ、とりあえず説得して、モンディを逃げる。でも、防御してお金貯めた方がいい気がする。ね。言いなり。はいはいはい、言いなりですからね。これで、お、動かなくていい感じ、これもしかして。全然、一歩も動いてない今。何も動かずに行けた。で、逃がす。で、防御はしましょう。オッケーオッケー。で、身構えてるから大丈夫。で、モンティをまた説得して、防御をすると。まあ、これらの繰り返しなんだよ、それじゃあ、とりあえずはね。で、逃がす。で、防御 86%。で、これは、右！左ですね。で、行動ハーティーで、お世辞を言って、防御をして 100% になったから、これでお金がたくさん手に入るという、そういうことでね。オッケーオッケー。右！オッケー、逃がす、はい、おしまい。いくら ?113 ダークダラー、素晴らしいね。右これまだいけないのかな、それじゃ。あ、いける、絶対こっちの方が先だから、先にやっぱ上帰ってこよう。こっちは何があるんですか、青いね、こっちはね。お、よいしょ、下から上へ、カブタス状の我々の部屋の順番、下に来たことなかったら分かんない、下から上ね。オッケーオッケー、これは何、下から上へ、下から上へ、ほい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 、はい、なんとなく分かった気がする。でもこれ情報がさ、あの下の方見ないと分かんないとかかな、多分こうやってやって、こうやってやって、こうやってやった後にこういう感じのことをやるんだけども、多分さっきの行った先のところにマークがあって、それを順番に押しましょうってことだと思うから、多分まだ解けない。わお、復活するんだね、やだーい。ダッシュすればよかったかな、もしかして。さあ、この先は何があるかな、おーん、よいしょ、光に足を踏み入れれば元の地点で戻る、はい、わかりました。光ってるところに行かなきゃいい。順番に上からファンファンファンとなってるから、下行って順番に、よいしょ、
こういう感じで交互に行けばいいのかな。大丈夫だね、オッケーだね。そして、光ってるところはないから、まっすぐ行けば大丈夫。お、ウェイ！なんだこりゃ、ポンマン。ポンマンがにじり寄ってきた。まずはポンマンを警告する。はい、まずは警告大事。えい、ミス、大丈夫。そしたら、攻撃はしてくる。あ、待って、ちょ。全然動き見てなかった。食らっちゃったけど、23目だった。結構変わったね。そしたらアクトで、ぐんないして、防御をする。おやすみ、眠いおじ、あ、寝たってことは攻撃を仕掛けてこない的な感じ？一人分の攻撃。あ、はい。だったらまあ当たることはないでしょう。オッケー。で、同じようにこっちも、じゃあ、ぐんないして、防御をして、おやすみ。はい、いい感じ。で、寝てるから、防御しとこうか、一応。ね。防御。いやー、でも、どうだろう。防御って一人やった時と二人やった時って上がる率変わんないのかな？変わんない可能性もあるな、これね。逃がす、防御。そして、逃がす、防御。はい、オッケー、マックス。いくつ？ 71。そんなに入んないね。ここも動きそうなんか。あ、大丈夫だ。一箇所だけか動いたの。オッケー。そしてまた光り出した。上、下。よいしょ。はい、余裕。まあ、この辺の操作はね、簡単だからね。お、ランサー。ちょ、黒くないかい？ついに、大パン麺に、たどり着いた、我が城への道のりの半分。我が城、あ、ランサーってそんな上の方なんだ。半分を踏破するとは、敵ながらあっぱれだ。だが残念だな。何？どうした？この先や一歩たりとも通じはしない。僕様の家来たちもぶつされて、ただの血玉になるがいい。まあ、結構恐怖上がってる。びっちゃびちゃのチャップチャップの汚い血玉に、ちょっと恐怖下がった。あ、スペードだね、まずは。スペード。紫ガール、今のは怖かったか？まあ、若干良くなったと思うよ。なんで俺に聞くんだよ。なぜなら、紫ガールは悪役演技が上手だからだ。あ、演技なの？もしかして。僕様もそんな風に怖くなりたいのだ。可愛いじゃないか。お前、あたしみたいに泣いたのか。あ、そういう風に撮ったんだ。泣いたーい。バカじゃねえの。まあでも、今の笑い方は悪くなかったぜ。しっかり、飴とムチでね。それに、俺らを血玉にするってセリフもいい線いってるな。で、このバケツは何なんだよ。血を入れるやつだね、多分。そうだよね。床をよこすと怒られちゃうから。とにかく、お前のご意見に感謝する。おかげすごく怖くなった気分だ。ねえ。よかった、ははは。戦わないの？それじゃあお前だけはいつ来るんだ？多分いないんでしょ。多分いんのかな。迂回すぎるだよね。だから次こそはお前たち、さっきからずっとピオちゃんたちが呼んでるってわけだが、お前たちって公式チーム名の、フタバーズとかどう？フタバーズ、いや考えなくていいから。まあデルタルーンだから、デルタルーン的な感じなのかな。決めたな。自分たちが考えた名前をこのバケツに入れろ。へえ、なんだ。はい、みんないたな。はい。おい、お前、選べ。はい。自分どうでもいいっすわ、みたいな顔してるから。くしゃくしゃの髪か、きっちりした髪か、ランサーと書いてある髪。きっちりは、ラルセイで、くしゃくしゃが、スージーが決めたやつだよね。ランサーは、これランサーだよね。じゃ、まあ、きっちり、ラルセイの方行くか。広げてみた。伝説の勇者たち、楽しい友情の予感。ええやん。個人的には僕たちにぴったりの名前。だって僕たち3人は友達だし、楽しいことが大好きだし。長すぎだろう、確かにね。敵書きだ、どう思う？確かにね。やつはダチになりたくたって言うと勘違いされるぞ。それは別にいいんじゃない？攻撃しないしね。もっと短くて敵が効いたら震え上がるしようぜ。インパクトあってすげえ強そうなやつ。おお、どんなん？血祭りとかそんな感じ？楽しみたい。数字は数字で結構そっち側なんだね。楽しいの部分に的を絞った。楽しいのがいいんだね。素晴らしい。じゃあ、またな、楽しみたい。あ、アウタヌミルク。まだミルク映ってんだね。お、セーブができる。やったー。セーブと。